ウラジーミル・ベヒテレフ、ウラジーミル・ミハイロビチ・ベヒテレフ1927年12月24日は、ソビエト連邦の精神科医、精神病理学者、心理学者、ロシア反射学の創始者、ソラリ出身、生は、ベフチェレフとも書かれる。1886年ロシア発の実験心理学研究所火山に創設した。 神経系の解剖学及び生理学に関する研究を行い、1904年に反射学の提起を行った。1918年からはペトログラードに創設された脳研究所所長。反射学の基礎的な研究方法を構築し、心理学の実験研究のための各種の道具を考案した。精神症状学については、 幻覚現象の投影における外的刺激の役割を解明した。また、幻聴すなわち聴覚的錯覚の暗示作用を研究した。さらに、感受性全体さらに感覚器官の領域において感覚的知覚の現体として現れるような精神性感覚喪失の性格を示した。A.B. ペトロフスキー、ソビエト心理学の発展ソビエト教育科学、アカデミア版、 ソビエト教育科学辞典、明治図書出版、1963年、P736 ペトロフスキー著、ソビエト心理学史31書房、1969年。ありがとうございます。